ロシアによる侵攻が続くウクライナ支援策を話し合う日本とウクライナの経済復興推進会議で両政府は日本がウクライナ経済の安定を確保するために必要な長期的支援を提供することを明記した共同声明を発表しました。共同声明で両政府はロシアに対する制裁の維持と強化が ロシアの軍事活動を抑止するために効果的な措置であると一致し、制裁の迂回を防ぐための行動を取る決意を確認しました。岸田総理大臣は、会議の基調講演で、ウクライナ支援について、日本の戦後、災害復興の知見、民間の先進的技術、ノウハウを活用し、官民一体となってオールジャパンで取り組むと述べました。 会議に出席したウクライナのシュミハリ首相は、一緒に真の友情とパートナーシップを築いていきたいと語りました。また、会議では当局や企業の間で50本以上の協力文書を交わしました。日本の外務省は日本企業による投資促進に向けて、ウクライナへの渡航制限の特例措置を発表しました。